おはようございます。おはようございます。着いたわけですね。これが来たよ。2人ともマスクですね。今日はソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス保ちつつ今回はですね、車中泊用のベッドキット、ベッドキットでいいですね。ベッドキット、なんていうところの MGR カスタマイズ、あ、いや、カスタムズ、 MGR カスタムズさん、うん、そうそう、のベッドキットとのハイゼットクルーズ用のやつね。ハイゼットクルーズ用のやつですね、うん、これは、要はなんかパイプかなんかみたいな感じで組むような形のやつってことですか。骨組みがあって、それを組み立てていく。で、なんかあの板っていうか、そういうのを乗せるみたいな、そうそうそう、クッションのある。そうそうそう、これだいぶ楽しみにしてたやつですよね。そう、昨日寝られんかった遠足前の子供みたいなこと言ってるじゃないですか。開けたくて、開けたくて。あ、なるほど。でも一応あの開けずに撮ってるわけですね。我慢したんや。なるほど。これが骨組み。あ、これが骨組みですね。この梱包、メイドインジャパン、自社製品だけあるよね。いや、すごいですね、梱包が。めっちゃちゃんとしてる。重みがついちゃう。カラビナ、カラビナ、あと取り扱い車数こんだけある。めっちゃあるんだ。ある、結構ある。すごいですね、こんだけあったら、まあ、作るの大変だからこれ。梱包がでもマジでメイドインジャパンですね。すごいよね、こんな全部きれいに入ってるもんね。これ大体アマゾンで買うから、あの中国からも大体チャイナ、そう、チャイナ、中国からビデオで、ええ加減な包み方してあるよね。なんか妙なグレーのビデオ袋とかね。これのすごいところはボルト一本一本まで袋に入ってるところ。すげえ。これめっちゃちゃんとしてる。これはやべえ。すごいだろ。一個一個普通入ってないですもんね。ないない。このみんなガーッと入ってるよね。ちなみにこのベッドキットって何本ぐらいするんですか。これがね、6万3000何がしのやつ。6万3000円ぐらい、はあ、の送料3000円。送料3000円。ちなみにこれ普通のベッドキットじゃなくて、なんか違うんですよね。あ、今回特注品ね。特注品、どの辺が。マットが特注品、フレームは一緒なんだけど。マットが違うんだ。あのラインナップの中にないやつ、特別仕様。そんな作ってもらったんですか、うん、こういうのやってくれって言って。最初にね、パンチカーペットって板の上にカーペット材が張っちゃうだけのやつやったんです。はい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 。それはなんで最初それにしたかっていうと、荷物ガンガン乗せられる系。ああ、寝るときはなんか敷いたらいいんですよね。へえ。こっちだったらやっぱ気使うじゃん。気使います。ただ今回 YouTube にアップさせてもらいますよって言ったら、こんなんあるんですよって言って。マジですか、ありがとうございます。ご厚意で。 MGR カスタムさんのやつですね。バージョンアップしてもらったんや。うわー、すげえ。あとちょっと開けるけど、先にちょっとフレームを。はい、すごいね、これ。わー、ちゃんとしてるな、これ。すごい。ちゃんとしてるなっていうか、もうやっぱ日本のメーカーだから。うん、で、自社で作って、うん、自社で全部出してるから。ちゃんとこれ、段ボールもなんか、その形にカットしてありますもんね。そうそうそう。じゃあ、車種別にこういうふうにやってある。すげえなー。すげえな、俺のベッドなんてホームセンターで板切ってもらっただけなんですけど。最初作ろうかと思ったんよ。はい。ただ時間かかると。時間かかるし、このクオリティは絶対この値段で作れんと思う。まあ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 。大抵あれですもんね、イレクターパイプって言うんでしたっけ。あ、インフレーター、なんとかパイプってやつでやるんですよね。丸いやつとかあるよね。はいはいはい。これが見え、こんだけや。あ、こんだけ、こんだけ。あ、結構シンプルなんですね、骨組み自体は、うん、ただこれあれですもんね、ちゃんとした多分素材っつうか、そう、塗装も、うん、パウダーコートって言うて、厚くて強いやつ、あの剥がれにくいやつ。そうそうそう。これはね、開けてみたくって、開けてみたくって、あ、ここひっついてんの。ああ、そういうこと。これ引っ張り出すような、まあどうせ捨てるけ破ろうか。入った。おお、なんかすげえやつだ。あ、これなんか袋に入ってるってことですか。これね、じゃあ40ミリあるよね。これちゃんとしたこういう袋に入れてある。はあ、あ、普通そのまんまじゃん。そうですね。よいしょ。わ、なんかかっこいいやつだ。ほら、赤ステ、これステッチが。これ色選べるよ、9種類あるよ糸。へえー、
その中であのこの赤を選んだってことですね。そう、速攻で。あ、いいな、かっこいいな、これ。これ色入れればいいんですよって言ったら、何色にします？赤って言ったら、早いですねって言われたもん。決断の早い男。決断の早い男。これええと思う。でもちょっとこの上に物を置くのはちょっと気使うかもしれないですね。でも、うん、なんかずっと置きっぱなしにはしたくない感じですね。そうそう、ハイデッドを、この革のやつもあるんだけど、はいはいはい、こういう角じゃなくてこういうやつ、あ、1枚をこうパン、こういうところで、はいはい、パンチングとかガチッとホチキスで止めるようなやつですよね。こういうとこホチキスでね。あ、これもこだわって、これ全部ステンレスなんよね、サビンよ。これも全部ステンレスですか。うん、なるほど、こだわってますね、だいぶやっぱ。で、職人さんが全部手縫いね、これ。なるほど。これはね、僕が縫ったやつよりも全然綺麗。レザークロスの縫いより職人が縫いこれ全部貼ってあるよね、どこに行くっていうの。なるほど、これがタイプ B っていうやつで、タイプ B の M フラット、M フラット、うん、M フラット特注品じゃん。タイプ B の M フラット でこれが昨日眠れなかったおじさんと。何だこれをベースに組み立てて。俺正直これ見ただけじゃ何か全然分かんないんですよ。あ、そうだろうね。うん、組み立てて取説もちゃんと入っちゃうから、これはもう絶対作れるような感じですね、誰でも。あの女性でも簡単に作れるね。そんな感じで説明書もちゃんとできてますもんね。そうそうそう、これまず組み立ててから車に乗っけるんですか。いや、1個ずつ最初にこのベースフレームっていうやつをつけるよ、車にね。はははは。ああ、なるほど。そうそうそう、これをベースに柱を渡していくっていう。なるほどね。すげえ、見て剥がしやすいね、ここ。これ、ほら怖か。さすが日本人じゃね。怖か。こんだけやってるメーカーも始めないよ。日本のメーカーでもここまでっていうのはあまりないと思うけどね。ほら、こっちもすごい。これをピッて剥がしたらもうスルスルできるようになってる。買ってよかったパターンだよ。ほんまっすね、うん、これに足をつけていく。これ、出来上がりのあれとしては後部座席が全部全面ベッドになるみたいな感じっすよね、きっと。あ、そう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 。で、左右両方。そうそうそう、片方だけ立てられるとか。あ、なるほど。まあ、ちょっとあとやってみよう。これがあのフルフラットにするときのあれね。こういう2つあるんだけど、これ繋がっちゃうよ、A タイプ。ははははは。あ、じゃあ片側もてか両方いっぺんにやるべきっていう。なるほどなるほど、そういうことか。それでこの B タイプにしたの。まあそっちがいいですね。そうそう。まあしかも値段もそんなすげえ変わるわけじゃないでしょ、きっとあれぐらいだったら。何千円ですよね。2、3千円しか変わらんかったよ。だったらそれは B タイプですね。そうなの。まあ、ここまでチンたらやりよる動画は見たことないけどね。まあ要素が伝わってくれりゃ買った甲斐があるんだけどね。そうですね。4箇所をネジ止めみたいな感じですか。これがね、各々フレームに全部あるの。ははは。これで要はフレームを止めてて締めるっていう。なんかいかにも今までやったことがあるような言い方をするけど、初めて組み立てる。細かいな、本当。すごいですね、ちょっと感動しますね、これ。感動する、まさかここまでとは。ねえ、いや、しかもあのやっぱ会社としてちゃんと自信があるものじゃないとここまでしないですからね。だけこうなっちゃうんだろう。普通はあの揺すったらガチャンガチャンいうぐらいの梱包でくるんだけどね、これちゃんと全部はまって動かんように作ってあるところがすごいよ、ね、でも自信の表れですね。そう、近くだったら遊びに行くんだけどね、ここの会社。ああ、これちなみにどこの会社なんですか。大阪とか茨城だろ。あ、関東なんだ。あ、群馬県だと、ごめんなさい。だいぶ違いますよ。まあ関東圏です。関東圏で。ここはね、ハイエースのベッドキットで有名になったところ。基本的にベッドキットばっかりを作ってる会社ってことですか。そうそうそう、この会社自分とこで木枠から設計、開発、製作まで全部で、発送まで全部自分とこでやる。わ、すげえ、うん、で、あのこういう特注品頼めば作ってくれるから。ああ、なるほど。で、生地とかも、うん、あの見たければサンプル送ってくれるから。へえ。で、この生地だけじゃなくていろんな生地であるから、赤もあり青もありし。まあでもその辺やっぱあれですよね、全部自社でやってる強みでしょうね。そうそう、だからあの融通が効くっていうね。え、どっかで外注で出してたらできないですもんね。そうそうそう。この足も普通固定しちゃうんだけど、これちゃんと動くようになってるの。これ、これ、あら、角度が変えられるんですか。そう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 、普通固定しちゃってからドネーションもならぬようになるじゃん。なるほど。なんか下に
あってもでこの長さが変えられるから。なるほど。でも水晶はあるんよ、高さが。あ、上げられるけど、それ以上長くするとちょっとやっぱ強度的にってことですかね。強度もあるけど天井の高さがあるから。あ、そっかそっか、そうっすね。快適なスペースを確保するために、はいはいはい、上げたらその分ちょっとやっぱり。ああ、俺もあの自分で今木枠組んでベッド作ったじゃないですか、うん、あの時あの何回もその高さだけはすっげえ考えましたもん。ああそうだよ、やっぱ天井近すぎたら絶対ね過ごしにくいなとか。そうそう、あのこんなにしてなんかなんか嫌っすよね。あの寝るだけだったらいいんですけど、シャチワークって結構寝るだけじゃなかったりするじゃないですか。そう、結構そのキャンプ行くじゃないですか、うん、キャンプ行くときに俺どうしてもその天気が悪かったらわざわざやりたくないんで。それも言っちゃうよ。やっぱシャチワークの方が楽じゃないですか。楽、ベッドあると便利だと思うんですよ、ね、車の中に。で、あの何本こうフルフラットなる車でも、うんうん、やっぱこうじゃん。段差は絶対ありますからね。高いテントだけどね。高いテントですね、確かに、うん、鉄のテントだよ、うん、ただ風が吹こうが雪が吹こうが別に関係ない、うん、ガソリンさえ入れとけば暖を取れる。そうですね、うん、ちょっとこれやると幅が広がるじゃん、キャンプの。確かにそれはある、ね、うん、絶対テント張って何してとかってこだわらない我々みたいな人間にとってはこういうのはもう神みたいな存在ですよね。もうどうしてもテント張らないけんっていう人も中には多いから。ねえねえ、うん、やっぱ逃げ道は作っちゃうかんと面白くないじゃん。そうですね、がっちり固定していてもらうと。なんかうわ大変だったっていうだけだとね。そうそう、楽な逃げ道っていうのは作っといて損はないですよ。この大きいやつどこつけるの。あ、分かった。 IC デッドピーポー知ってます。知らん。え、シックスセンスって映画見たことないですか。ああ、あれそんなセリフあったっけ。はい、I see dead people。 あれも最後のどんでん返しが。いやいやいや、あれはいい映画だった、うん、あれすごい考えちゃうけどね。ねえ、あの後からですよね、ああいうなんかああいうオチをなんか採用 し始めた映画が結構出てきたっつうか、ね、うん、どんでん返し最後こうなるんかいみたいな。ねえ、アザーズとかね、その辺も。ああ、そうだね、そんな感じだったっすよね。いや高いだけありますわこれ。まあでもこの値段なら安いと思うけどね。まあ、ここまで作り込んでね、この値段だったらね、うん、10万超えててもまあおかしくないぐらいですよね。これ今シール貼ってあるじゃないですか、うん、スペースフレーム中とか ベースフレーム、ベースフレームか、うん、スペース、スペースじゃない、ね、宇宙じゃなかった。宇宙じゃね。このシールも絶対多分剥がしやすいやつなんでしょうね、きっと。剥がれると思うよねえ、うん、あのダイソーとかみたいになんかえらいシール剥がれんぞみたいな。ごめんなさい、これどうやって剥がすんですかって言って、容器ついちゃうよね、あれめっちゃひっついてますよね。そうそう、これがまたクイックリリースなんよ。クイックリリース、自転車のフロントタイヤ外すのにこれがついてる。ああ、はい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 。だけあのすぐ外せて何でもできるようになってね。あ、そっかそっか、後部座席のやつだね。そう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 、これをこうこうやるだけなんですね、はい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 、よく考えちゃうよね。ベッドキット組むと下ろすのに大横くじゃろ。確かにそれはあるね。これに関しては軽さもいいところでしょうね。そう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 、単品で言ったらそんな重たくないですもんね、うん、そうそう。これでもあれよね、参考にならんよね。他の車種はこれ全く当てにならんけ。それは作りというか作りが違うけ、組み立て方も作りも違うから。板とクッションの割り振り方も多分違いますよね、うん、違う違う、全然形も違うしね。あ、これだけ破れたら直してくれるからね。ああ、なるほど、送ったら、送ったら、うん。ここはもともとフックをつけれるところなんだな、純正の。あ、うん、よいしょ。あ、買った、買った。あ、マジか。あ、ネジ山がやばいんじゃないこれ。緩んだこれ。あ、緩んだ。やっぱり道具やね。道具の差ですか。道具の差。あ、やっぱり道具よね、軽くできるよね。こんな感じだね。
まあ、締めればこう沈んでいくけね、まあ、ちょっとあくまでも仮止めであと本締めするけ、うん、これが運転席側助手席側、パンチカーベットってこれよ、これがベニヤの上に貼ってるから、あっちの方が荷物は乗せる、そう、気兼ねせんでええじゃん、バッサリ乗せるのに、で、棚になるじゃん、はいはいはい、でキャンプも車中泊も両方するって俺、あっちの方がええかなと思ったんだけど、な映えがね、そうですね、映え映えがね、良くないんすよ、つって作りよるとこ、映えがね、悪いんすよってリア横バー、こういうこと、これが字が見えん方がええんだろうね、逆の方がいいだろうね、内向いた方が、あーなるほど、かっこ悪いよね、今ふと思ったんだけど映えにこだわりますね、これは映えんじゃんせっかくメーカーさんがやるよってもあるよね、そうじゃないんだけどってことでしょ、まあそうですね、ちょっとちっちゃいところですけどね、そう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 、そこはね、そうなんすよみたいなここまで見た感じはそんな難しい感じじゃないですね、組み立てが、うん、最初とりあえず熟読すれば、うん、あもうこれだけ強いよ、ほら、お結構ガチガチですね、ガチガチでね、一応これがフルフラット完璧ですね、完璧で、ここがあるから荷物も入る、荷物も入るよね、おお完璧ですね、完璧ね、キャンプ道具一式もそのためのが詰めますよね、これだけあれば、うん、これが確か191やったような気がする、191、おお191、191cm、うん、こんだけあれば余裕でしょ、横幅が一番広いとこで 126.5、 126.5、 おお、うん、余裕っすね、余裕、ちょっと横になってみたい、ただこう座った時にあちょっとあれか、でもそんなにないよね、正座せずにこうやったら大丈夫そうですね、もう3センチぐらいは上げれるかもしれんけど、うん、うわ広っこれはいい、頭全然余裕っすね、うん全然、足も全然あるよ、168身長が、足も全然余裕、ほら
全然。あ、これはこれであれができる筋トレもできるぞとこれ確かにあの子供みたいに寝られなかった意味もちょっと分かる気がする。そうだろ、こんだけいいとワクワクして。でこれとか全部すぐ外せますもんね。そうそう、それで今からやるのが、うん、これのけてこれ下げてほら、こうやって運転できて横で寝れる。なるほど、そういうことか。そうそう、下げてったらそういうことなんですね。そうそう、なるほど、だからこの真ん中のやつがあるんだ。そう、あの A タイプは一緒になってるから。あ、これができないんですね。無理だ、だけど両方が下がるようになるから。はははは、こっちまあなくても、多分なくても寝れんことはないんじゃないかな、これ。あ、いける、こんぐらいの身長だら、うん、あ、いけそうっすね、ギリ、うん、ちょっとバックドア閉めたら どんぐらいあれがあるか、圧迫感があるか。これでもちょっと前に出せば、そうですね、うん、全然寝れる。女性だったら全然平気やね、これ。ほんまっすね。そしてあれよね、乗り降りがしたかったら、起こせるから、おそこから乗り降りすりゃ。なるほど、寝れるよね。こうなってんのか、うん、ちょっとこのバー邪魔だけど。いやでも乗ったり降りたりって考えると全然楽よね。楽っすよね。こっからこう後ろ行けんことはないけどね。ね、運転席から行けないことはないけど、うん、せんないですもんね、うん、めんどくさい。いいよね、これ荷物も詰めれるっていうの。うん、そうですね、うん、これだとあのずっと荷物乗せてるとやっぱちょっとへたったりとか跡がついちゃいそうですけど。そうそうそう、うん、でもこのクッション性はやっぱいいです ね。寝るのには最高ね。そのパンチングのやつだとこのクッション性はないわけですよね。ない、きっと。この中に20ミリのウレタンが入ってるんですよね。ウレタンが入ってるけど、あれがない状態。ああ、絶対こっちの方がいいですね。一番後ろの足があるじゃないですか、うん、足もこれ今斜めってるのも斜めってるようにちゃんとなってますもんね。押さえた時にちゃんとピッピッとするようになってるよね、斜めてなかったら多分これすっげえカクカクになっちゃいますもんね。カタンカタン動くじゃないかね。動きますよね。いや、通常これにで走るかもしれない。あ、走るときは、うんうん、そうですね。これだけスペースあったら大丈夫、いけるでしょう、うん、寝ようと思ってもね。そうで、なんか乗せるんだったらこの上になんか引けば、あ、気にせんでいいよね。そうですね、うん、だいたい半分は寝るスペースで半分は荷物置き場とかになりますもんね、うん、でこんだけ収納が前まであれば全然いいよね。多分ね、これ拭くのもね、油の染みも使う、拭いたら置くっていう。ああ、それはいいですよね、うん、車の中であとご飯食べたりするときもあの弁当とかだったらいいんですけど、うん、料理とかすると絶対油跳ねとかするじゃないですか。そうそう、でも大丈夫、大丈夫ですね、うん、これ、これ肌触りがすごいいいよ。肌触り確かに良かった。そしてさっきも言ったけどこの縫製が、うん、僕のレザークラフトと違ってこれがあるから納期2週間かかったね。あ、この手縫いだから、うん、あ、なるほど。これ2枚にせんねんけんじゃん、はい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 、1枚のやつでこれがないからここ1枚ですぐ終わるんだけど、これは時間かかりますね、うん、これおじキャンまさかの車中泊バージョンみたいな。いや、やろうか、どっかで、どっかで。車中泊ってこの辺だったらどこっすか。やっぱ RV パーク的なやつ、うん、じゃねか、キャンプ場っすか。キャンプ場、まあ、小鳥のものなら関係ないよね。あそこ関係ないっす。ただこっからどう発展させていくか悩みはよね。カーサイドタープを使うか、あ、もうこれはこれでもう寝るだけにするか。寝床はできたけどってことか、うん、あ、どうがいいんだろう。でも気楽に移動しようと思ったらこの中で全部できるようにした方がいい。の方が楽っすよね、もう車から出ない。そう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 、だけど今から多分月行くな、多分ポータブル電源かな。ああ、ポータブル電源あればまあそこそこ行ける。そうっすよね、電気毛布引きゃそんなに行けます、行けます、全然問題ないです。これ走行充電システムを組もうかと思ったんや最初ね。走行充電システムっていうのはキャンピングカーについてるじゃん、走行走りながらバッテリー充電するサブバッテリー。ああ、あります、あります、はいはいはい、あれにしようかと思ったんだけど、はい、ちょっとそこまでしても今度は下ろすときにそれも下ろさなきゃなるじゃん。ああ、そっかそっか。バッテリーもでっかいし。で、使う電気も限られるでしょう、うん、きっと。電気毛布と、うん。
で、そんなに使わんじゃん。この中で電子レンジで何かしたいとかっていうわけでもなかったりしますもんね。俺に電子レンジとかなんかしたらもう片方全部埋まるよね。埋まりますよね。まあ、それがちょっと競馬の悲しいところというか、まあしょうがないところなんですけどね。でも俺ね、あのポータブル電源何個か持ってるじゃないですか、うん、で毎回持っていくんですけど、まあ使い切らないですよね。そうだろうね。まあそれはそれをずっと持って1週間ぐらい旅するんならあれですけどね、うん、しかもあのやっぱりスマホだったりとかタブレットとかでその例えば映画見るとか DVD プレイヤーとかで見るってなってもまあ見れて1本2本でぐらいだ、うん、そんな一晩中見ることまずない、見ることないですよね、うん、これからが難しいですね。そう、ただ収納は増えたから、キャッチワークしても、ねうん、寝る場所に困るっていうことはないですよね。そしてフラットじゃないから寝にくいってこともないですよね。これが容量確か 10万とか11万とか、結構あるんだよね。あります、あります。一晩で使い切ることってのはまずありえないです。あ、いいね、これね、ちゃんと見やすいしね、インジケーターも。いや、そうなんですよ ね。これだったら上に置いちゃっても邪魔にならないね、この大きさだったら。あ、多分なんないと。あ、ただね、うん、やっぱちょっと若干の重さがあるんで、なんかちょっと気になるかもしれないですね。ただでも、これのいいところは 寝心地なんだけど、テーブル置くと沈むじゃん。はいはいはい、こぼれるよね。あ、そっか、その辺も考えないといけないのか。まあ、いろいろあれよね、中で料理をするのかしないのか。そうですね。意外とね、俺車中泊の旅とかやったけど、めんどくさいんですよ、車の中で料理するの。狭いし、狭いけ、勝手が悪いよね。そうですね。やったらあのコンビニとかで弁当買ってきて、そう食べた方が。しかもやっぱゴミ問題とかも出てくるんで、その生ゴミとかどうすんのっちゅう。そうなんですよ、ね、うん。だから自炊しようと思うと、やっぱ一人分の食材って売ってないから、そう、やっぱそしたら冷蔵庫も必要になってくるでしょ、うん、ってなったら結構あの競馬の中埋まっちゃうんですよね、うん、冷蔵庫置いてクーラーボックスでも下手したらこのぐらいあるじゃん、大きさ。クーラーボックス置いてテーブル置いて、要はクーラーボックスもテーブル代わりにすれば、あ、まあ、まあそこそこ使えるけど、はいはいはい、ただあそこを料理しようと思うとここのスペースしかないから。そうですね、うん、まあここに座って食べるなり何なりしてもあと結構ね、よくあの競馬とかでここに横になんかつけてる人いるじゃないですか。あれも俺考えたんですけど、やっぱまず作るのめんどくさいし、で狭いよ、狭くなっちゃうんですよね。このぐらい来るから、このぐらいしかない。そうそうそう、だから結局場所を犠牲にしちゃうようになるから、そうそう、だったら広く使えた方がいいと思って、俺全然何もやってないんですよね。それあったっけ、これにしたよ。ああ、いや絶対そうだと思う。俺もで外せれるじゃん、いざの。はいはいはい。まあ車中泊で何をしたいかなんでしょうね。その寝るだけって割り切るんか、もっとなんかいろいろあれもしたいこれもしたいになるのか、うん、ただあれもしたいこれもしたいになってもやっぱり軽バンだから限界がありますよね。そうなるとちょっと上ランク行くしかないよね。あの普通車とかのね、でかいやつですよね、うん、俺もねハイエースとかいいなと思ったりするんですけど、うん、でもやっぱあの自分で気軽にその辺パーッと行くとかって考えたら、軽バンの方がなんか俺は楽なんですよね、うん、キャンプ場もましてや広い道がないとこも多いな。そうですね、小鳥みたいな悪い例が、まあ、でもあれっすね、うん、あのこれ乗って思ったっすけど、この乗り降りあるじゃないですか、うん、乗り降りも行けんことはないよね。これで十分っすね、うん、あのわざわざ外さなくてももしかしたらいいのかも。俺も組んでみて思った。ねえ、もっと乗り降りしにくいかなと思ったけど、ここにあの靴入れれるあの箱、あ、はいはいはい、こういう時はずっと入れられるよね。十分ですね、うん、今日はいいものを見ました。いい、参考になれば。いえいえ、これ考えてる人がおったね、うん、いるんじゃないですか絶対これは。そうそう、ね、まあでもあくまでもハイゼットやから。はいはいはい、はい、ただ車種はいっぱいあるってことですね。ただこの作ってもらえるのも電話で相談したら、あ、なるほど、やってもらえるんで。それがいいですよね。あの何ていうんですか、いろんな工場でやっててこう、さっき言った外注にいろいろ流してると聞いてもらえないですもんね。ここはだってもともと、だってあの箱にもパンチカーペットって書いてあっただろ。あれを消して M フラットだった。ああ、そっか、うん。ということで、あの結構相談に乗ってくれるシャーチワークキットと。で、対応も素晴らしい。あ、素晴らしい。いや、それは沢さんが言うんで間違いないでしょう、きっと。結構厳しい人なんで。すごいよ、もう。すごいフレンドリーに。あ、マジですか。やっていただける。そっか。じゃあこれはおすすめのキットと言ってもいいですね。おすすめのキットというか会社自体がおすすめ。会社自体がおすすめと、うん。
なるほど、まあそういうところでやってもらうのが一番いいですもんね。修理もできるし、ああそうかそうか、すぐ手に入るし、さっきのシートがもし仮に破れた場合とかも、1枚ずつ対応してくれるってことですよね。そうそうそう、ちょっと探して俺もリンク貼っときますわ、すぐ分かる。ああ MG R カスタムズ、 R カスタムズ、分かりました。ということで今回は車中泊のベッドキットということで、はい、いいものが手に入ってよかったですね。よかった。じゃあこれでまた一緒に車中泊やりましょう。はい、お願いします。ということで、はい、さようなら。